なんということでしょうか! スペインが完敗、ロシアに完全に抑え込まれました! プロイ選手のハットトリックなど ロシアの大量得点によって完全勝利です! 天板じゃねえか! 嘘だろ… スペインが負けるなんて… クラリオ… あのスペインがここまでひどい負け方をするとは… ランキング的には… ロシアよりもスペインの方が上だったはず… 一体どういうことだ? 最初の試合とポジションが変わっている 彼らがアピールしていた通り自由自在というわけか やっぱロシアはオリオンなんだろ また汚え真似をやりやがったか いえ 試合を見ていて 今回においてはそんなプレーはありませんでした ロシアのプレーがすごすぎたんです ああ 特にあのフロイという選手の動きは 尋常じゃなかった 今まで手を抜いていたということか アメリカの時に手を抜いた理由は アメリカに勝ち点を取らせるため ということでしょうか さすが元オリオン 参謀役として 活かせる知識は全て活かします でもロシアのフロイは チームにオリオンはいないと言っていなかったかな? はい 俺にはフロイが嘘をつくとは思えません だとするとロシアには試合のコントロール以外に何らかの意図がある ロシアの実力なら 体力温存のための調整という余裕なのかもしれない それは考えられますね消えたアスト やっちまったな 隠し通せないのか 今の FFI はそんな甘いもんじゃねえ 抜けるのかよ ああ みんな大変だ! これを見てくれ! 父ちゃんが見つかった 今大事な時だって分かってる だけどどうしても父ちゃんと話しておきたいことがあるんだ 少し留守にするけど心配しないで アストの親父さん お母さんからの手紙に 実は生きているって書いてあったんだよな その親父さんとこの火山で会ったってことか そんな偶然があるんだな 待てよ! 父ちゃんと一緒に日本に帰っちまってここには戻ってこないなんてことはないよな アストがチームを放り出すわけない 心配ないですよ ええ、夕方には戻ってくるでしょう アスト君が近くの公園で誰か男の人と話しているのを見ました あれがアスト君のお父さんでしょうか? それだ! アストの親父さんは海外のサッカー選手になったって話だったな しかし プロで活躍しているなら アストにだってすぐに調べはついたはずだ だとすると アストの親父さんは選手を引退して ロシアで何をしているんだろう? 問題はその男が本当にアストの親父かどうかってことだよな
なんか嫌な予感がするんだよ。これはオリオンの罠ってことは考えられないか。え？繋がらねえ。確かにこのタイミングで親父さんからの連絡って都合が良すぎる気もする。そう言われるとなんとなく怪しい。念のためアストを探して本当に親父と会っているのか確かめるか。探すったってどこを探すんだ。でも本当にアスト君のことを思う父親なら今のアスト君をキャンプから連れ出そうと思うでしょうか。この大事な時に。これはちゃんと調べた方が良さそうだね。じゃあ俺はその親父と話してたって公園を探してみるか。俺はサッカー関係の施設を回ってみます。よし行こうぜ。父ちゃんどこ行くの。お前に見せたいものがあるんだ。オリオンに関係した場所。あ、そんなところだ。父ちゃん俺オリオンがどんなに大切なことをやっている組織だとしても偽物のサッカーをやることなんて許せないよ。分かってるさ。だがお前には本当のオリオンを知ってほしいんだ。いや自分の目で見て確かめてほしい。それがたとえお前にとって理解しがたい悪であったとしてもな。ここは？お前たちが敵対するオリオンの練習施設だよ。え？オリオンの選手たちのことを汚い手を使って敵を陥れる軽蔑すべき存在と思ってるんだろう。だがなそれは違うんだ。彼らは限界ギリギリの特訓を繰り返し自らを高めている。限界を超え倒れる者もいる。だが彼らはある目的のために死ぬ気の努力を繰り返しているんだ。ある目的。彼らには守るものがある。ほとんどの選手たちは恵まれない境遇に生まれた子供たちだ。オリオンはそんな子供たちにチャンスを与えた。祖国の貧しい家族をどん底から救うチャンスをな。彼らには彼らなりの覚悟がある。兄弟のため家族のため大きな存在になろうともがいているんだ。家族と自分自身の幸せを手に入れるために。オリオンはこんな子供たちを利用してサッカーを怪我しているんだ。それはどうかな。あ、正義とはどの視点から物事を見るかによって変わる。本来オリオンはサッカーという素晴らしいスポーツを広め世界のサッカー少年たちを支援する組織だ。目的達成のために行き過ぎている部分があるとはいえその志は本物だ。どういうこと。やあ、こんにちは。あ、君がコーチが言っていたアストだね。コーチ。ああ、私はこのチームでコーチをやってるんだ。父ちゃんがオリオンのコーチ。アスト、僕はマリク。オリオンの選手になるためにまだ特訓中なんだけどね。でも誰にも負けないって自信はあるんだ。アスト、僕と勝負しないか。え？稲妻イレブン。ボールに触ることができたら君の勝ち。僕が君の後ろのゴールまでドリブルで到達すれば僕の勝ち。触るだけ？そう、僕はボールコントロールに絶対の自信があるんだ。
日本代表の君だって寄せ付けないさ。うん、面白い。じゃあ行くよ。よーい、スタート。残念だね、僕の勝ちだ。何もらった。そうはさせないよ。あと少しだ。どこだ。やっぱアストはすごい。すごい人とやるサッカーは楽しいな。マリクも十分すごいよ。実は僕、ロシア代表の候補選手なんだ。お、最終的にはキャプテンのフロイさんが状況を見て決めるから、まだわからないけどね。じゃあ俺たちと正式に戦えるかもしれないじゃないか。そうだね。おいマリク、サボりかよ。ちょっとフロイさんに気に入られてるからっていい気になってんじゃねえ。俺の方が実力は上なんだからよ。それにお前みたいなガキがここで練習するのは100万年早えんだよ。ガキじゃない、歳だってそんなに変わらないだろ。はあ、今日は強気だね。お友達がいるからか。関係ない。じゃあこの俺様がここがガキの来る場所じゃないって教えてやるぜ。いいさ、その代わりサッカーで勝負だ。はあ、お前喧嘩じゃなくてサッカーなら俺に勝てると思ってるのか。面白い、いいだろ。アスト、少し力を貸して。じゃあ行くぜ。来いよグリース。怪我しても知らねえぜ。巻き込んですまなかったな。いえ、僕は世界のサッカーに何が起こっているのか知りたいんです。そうか。それで次に僕は何をすれば。君には正式にオリオンの使徒になってもらいたいんだ。僕をオリオンに入れて一体何をしようというんですか。君には話そう、オリオンの真実を。君たちが戦っているオリオンという組織には君たちの知らない一面があるんだ。僕たちの知らない一面。どうだ、分かったか。サッカーなら僕の方が上なんだ。じい、分かったよ。俺たちの負けだ。やったぜ。イエーイ。ありがとうアスト。アストはやっぱりすごいよ。マリクもね、正直驚いた。本当？嬉しいな。日本代表のアストに褒められるなんて今日は最高だな。ねえマリク、マリクはなんでオリオンに入ったの。オリオンは悪い奴らなのになんでって意味。あ、いや、その。いいんだ、わかってる。僕たちは暗く貧しい町の裏路地でネズミのように生きてきた。生きるために残飯だって漁った、盗みだって働いた。生きることだけで精一杯だったんだ。でもオリオンはそんな僕たちを拾ってくれた。手を差し伸べてチャンスをくれた。今の僕はちゃんと生きてるって堂々と言える。心から生きていてよかったって感じる。サッカーをやれて幸せなんだ。でもオリオンがやっていることは正しくない。アストにとってオリオンは悪者なんだね。いや、悪者っていうか。だから何？正しいことをしたら僕たちの家族は救われるの。
貧しい人たちはご飯を食べられるの？僕の住んでいるところはみんな貧しかった。ひどい生活だった。人も騙した。盗みだって働いた。だけど生きるためなら何だってやるしかなかったんだ。でもそんな僕たちがオリオンの支援を受けて貧しいながらも人間的な生活ができるようになった。生きていくことだけでも精一杯だったのに、サッカーができるようになったんだ。その時救われた僕たちがどれだけ幸せな気持ちになったか、アストにわかる？オリオンはサッカービジネスから生まれた資金でいろいろな国の貧しい人たちを支援している。それによって生きることすら苦しかった人たちが毎日を楽しく過ごせるようになった。それは間違っていることなの？聞いてくれ、アスト。父ちゃん。オリオンが行き過ぎたサッカー管理をするようになったのは、最高責任者である理事長が変わってからだ。確かにオリオンのやり方は強引になってきている。しかしオリオンの進化はそれだけでは測れない。我々は世界中全ての貧しい国に支援の手を差し伸べる。そのためには一刻も早くサッカービジネスを拡大し、サッカーをテーマとしたエンターテインメント事業を展開させるのだ。私は世界を救いたい。そのためには手段を選ばないと決めた。父のような綺麗事を言っていては世界支援は20年遅れる。私は私のやり方でオリオンを変える。そして世界を変えるのだ。オリオンの実権を握るベルナルド様は類いまれなるビジネスの才能をお持ちだ。先代の何倍ものスピードでオリオンのビジネスを拡大しておられる。しかしそのために純粋なサッカーが犠牲になった、そういうことですね。ああ、確かにそのおかげで救われている人がいることも事実だ。だがな、私はそれが間違っていると思っている。でもさ、人を傷つけてまでサッカーの勝負をコントロールするなんて間違ってる。それだけでもやめさせようよ。しかしベルナルド様は支援する国を着実に増やしておられる。ベルナルド様が行っていることによって多くの人々が救われているんだ。何が正しくて何が間違っているのか、私も見届けたいんだ。アスト、お前も自分のその目で見たものをお前自身の心で判断してほしい。父ちゃん。アスト、君もオリオンに入らないか？一緒に世界を救おうよ、アスト。サッカーは世界を救えるんだ。オリオンに意味のあることは分かったよ。でも俺は何のためとかどんな意義があるのかとか、そういうことはよく分からない。でも俺は本当のサッカーをやっている時の気持ちが、思いが大切なんだと思う。熱くなって何も考えられなくなって、ただ走ってぶつかってでさ、心の底から楽しいって感じる。今生きてるって感じる。そういうこと全部が深いところから込み上げてくるんだ。俺がやりたいサッカーはこれなんだ、父ちゃん。そういうサッカーが大好きなんだ俺。何があっても大好きなものは裏切れない。マリク、オリオンの全てが悪いやつではないことを日本のメンバーに戻って伝えるよ。確かに今までオリオンに苦しめられたことを考えると簡単に信じてもらえるとは思えない、アスト。だけどちゃんと伝える。そしてオリオンのことをちゃんと分かった上で、俺は正面からオリオンと戦う。俺の信じるサッカーのために。アスト、提案なんだけど、アストが僕たちのチームになって
日本と戦わないか。練習試合をやるんだよ。僕とアストが同じチームとして戦って、日本のみんなに一目置いてもらえるプレーをすれば分かってもらえると思うんだ。オリオンが悪いやつばかりじゃないって。確かにマリクに協力したいとは思う。だけど俺には仲間がいるんだ。だから今はチームを離れられない。そうか、分かった。じゃあ戻るよ。親子の時間はもう終わりだ。手間をかけさせやがって。稲妻ジャパンに追加メンバーが来た。久しぶりだな。っておい、お前誰だよ。次回稲妻イレブンオリオンの刻印、衝撃の追加メンバー。稲妻イレブン今日の格言。何があっても大好きなものは裏切れない。以上。